第6試合クラッシュスーパーフェザー級ワンマッチを行います。青コーナー169cm 60.0kg パワーオブドリーム中島千尋。極真空手仕込み、今にっこりスマイルは中島千尋、武井良樹選手、それから江川幸選手、チャンピオンたちが見つめています。パワーオブドリームズへ、ずらに下がった中にこちらは横山兄弟、ここにありと弟横山智也、眼光鋭く敵を射抜くかのように、さあ今中央にやってまいりました。さあ石川さん、今日は大会自体がハイテンポで進んでます、はい、これも楽しみですね、はい、そうですね、はい、この試合は本当にね、あのドラゴンボールみたいな試合になると思います。おーおー、あの瞬きしちゃダメです。あー、そうですね、はい、そのぐらいに速いですよ、はい、どっちも、スピードがある、瞬発力がある、はい、あと蹴りが得意ね、はい、さあそうした空手といっても違ったフィールドからやってきている両者なわけですね。さあそして先頭的に横山がその姿勢、もうすでにこれ藤原さん、はい、気合が現れてますね。そうですね、もう2人ともやる気満々の表情といいますか、食ってやるっていう感じがね、はい、取れますよね。中島がまたスイッチ入ると変わるんですよね。ああ、なるほど、こういうところが彼の強みでもあり面白さ。左のストレートを届けてくるのが赤いグローブ横山です。さあ木村選手、はい、楽しみなポイントいっぱいあるんじゃないですか。これはもうスピーディーな攻防戦が楽しみですね。もうこれそうですね、今、はい、共に下段の蹴りとこう表現したくなる高いスピードとキレがすごいですね、ですね、あとはその先でいかに威力を乗せてくるか。パンチから左ミドルキックは赤いグローブの横山です。石川さん、中島ってどう見えてるんですか。はい、やっぱりですね、度胸がありますね、はい、インドから、うん、そうですね、それ度胸があるというか、もう自然とですね、もう度胸がつかざるを得ない環境にいますよね、そうですね、自分のジムにチャンピオンしかいないというか、はい、VTR でも顔面パンチ怖いですねって言ってましたけど、ね、それをね、はい、もうジムでね、はい、もうバン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 世界で一番技術の高いチャンピオンたちがいるわけですからね、そこで勝手に度胸が磨かれますよね。もちろん彼自身のもともとの、ね、実績もありますけど、はいはい、でまあ、語りましたけれども、はい、パワーオブドリームは年下だけどみんな先輩方なんで自分も負けないようになんていうのも語っています、はい、いやでも今ローキック一発、木村選手これどうなんですか。左にもつなげました横山、横山選手パンチが本当にキレがあって速いので、しかもリズムもすごいいいリズムで打ってくるので、はい、なかなかいい選手ですね。まあ、お兄さんの匠選手がですね、そのタイトルチャレンジということもありました、はい、2人で切磋琢磨してきた空手時代からこのプロの時代。ただ中島選手もパンチうまいですね。何か特徴あったりしますか。はい、ジャブの差し合いでもそんな負けてない場面が多いので、はい、やっぱり、はい、あのレベルで揉まれてると、強いですね。ですよね、はい、また藤原さん、はい、その顔面怖いよっていうのはもうある中でですよね。あるんでしょうけど、まあ、パワーオブドリームで練習されることで徐々に拭えてくる部分ではあると思うんですけど、はい、横山選手がちょっと踏み込みがめちゃくちゃ速いですよね。そこですか。遠い距離からあのスピードで入ってくるっていうのはすごいなと思いますね。うわ左、でもこれはちょっと蹴り足を掴んだような形になったのか。いやでもそういうちょっとえぐみといいますか、そういう攻撃も、はい、石川さん、はい、横山ってもうキャリア想像できないぐらい持ってますよね。そうですね、横山選手の方が、うん、なんか冷静ですよね、はい、詰めてくる、はい、精神的な部分で、はいはい、この一覧の目で中島選手をちょっと食っちゃってますね。おお、そうですか、はい、第1ラウンドが終了しています。このラウンドはまず木村選手に振り返っていただきましょうか。はい、このラウンドは、うん、今のところ横山選手のスピードと踏み込み、あとパンチが目立ったラウンドですね。うん、あと蹴りも結構いいキレのある蹴り出すので、はい、何でもできるタイプですね。
藤原さん、踏み込みっていうところで、はい、木村選手と一致したところありましたね、今。あ、そうですね、光栄ですね。でもそれだけの強さ見せてますね、横山。そうですね、なんか本当、僕はあの高校生の時、伝統派空手やってたんですけど、伝統派空手の選手みたいな踏み込み方のスピードというか、はい、あ、すごいなと思いますね。あのクラッシュ K-1 では山崎秀明選手などがその代表格ですよね。そうですね、やっぱり遠くから入れますもんね、皆さん。さあ、しかしそうした戦いを壊そうという試み、以前木村選手、はい、ありましたからね、ご自身としては。そうですね、中島選手はでも結構頑丈だと思うので、はい、このパンチを一個一個潰していって自分の蹴りの距離であったり、時計の距離に持っていけば、まあ、ここから挽回できると思います。まあでも早いですね。そうですね、スピードも速いですね、この中段の蹴り。サウスポーの横山は右から入ってくる。いや、横山選手がフットワークが上手いですよね。はい、あの中島選手が自分の攻撃が入るところに入ってからも攻撃を出してるんだけど、はい、入ってきた瞬間に横山選手ちょっとね、体をずらしてこう下がるんですよね。細かいところいろいろ見せるんですね、はい、当たらないところにね、フットワークでパッと動いちゃうんですよね。それで、自分の攻撃空振りしちゃうんですよ、中島選手は、はいはい、空振りしたところに横山選手らの攻撃が当たってくるので、はい、そうするとだんだん精神的に、うん、どんどん追い込まれかねない、はい、うお、左でも中段の蹴り返してます。だけどね、中島選手はね、全然前に入る気持ちも、はい、蹴りがとにかくね、遠い距離から当てられるので。うん、そうですね、はい、それここ分かれ道になりそうです。回る、しかしそこにもローキック横山当て込んでいました。藤原さん、このラウンドもまたどう見えてるか。いや、全然お二人とはまだまだ1ラウンドと何も変わらないパワーとスピードというか、うわ、膝、そうですね、一瞬で全て終わりそうな。あとはどこを捉えてくるのか。左、こう手首返して中島のパンチがあります。足の動きも独特、さらに左のボディへつなげる。それでも横山も拳を返していきます。インロー、下段の蹴り、足が流れる。中島選手のね、ローというかもうね、下段が重いですよ ね、はい、ですね。普通だったら捨ての攻撃のような一発が足に流れますからね。はあはあ、やっぱさすがですよね。ですね、はい、木村選手、距離感っていうのはどうですか。いや、距離感というかもうシンプルに面白いです、今年で。お互いもう倒しに行ってるので、まあ、距離はちょっと近くなってますね、さっきよりは。そうですね、中島選手の迷いがなくなったんですよね。1ラウンド目はまあ横山選手のフットワークにちょっと惑わされてたんですけど、はい、うん、もう迷ってちゃいけないというか、右、これですね。そうそう、こういうところですよね、はい、そして打ち合いは横山、迷ってんだったら攻撃して壁を打ち壊せっていう感じになってきましたね。お互いの望むものがちょっと一致してきましたかね。そうですね、はい。うわ、藤原さん、また面白いですね。すごいね、距離詰まった時、2人でも闘争本能だけで、またここも打ち下ろし、ローキック、体勢崩していきます。中島が硬い壁のように圧力から左のフック、ボディをえぐる。それでも横山打って、さらに自分のものにしてくるか。中段蹴りバックブロー。それでも横山前進、これが止まらない。右の拳突きを中島の方と返してくる。ダイフ、めちゃくちゃいい試合。いや、最後の最終ラウンドのこのね、ヤクブシャイなんかベストバウトになれる気がします。語り継がれるような試合になる気がしますね、もうその予感。いやー、もうね、中島選手のちょっと度胸というか、ね、どう見てもね、やっぱ経験値、このクラッシュルールの経験値は横山選手の上なんだけど、うん、それをね、吹き飛ばすためには前に出るしかない、はい、っていうのをね、体現してくれましたね。腹決めるって分かってはいても大変ですもんね、はい、そこで流れが一瞬変わったんだけど、そこでまた横山選手がこの気持ちの強さでふざけんじゃねえぞっていう、いやー、この3ラウンド目、はい、はい、あ、古川会長が横についていますね、真横にリングインして言葉を授けています。藤原さん、はい、いつも厳しい師匠なわけですよね。そうですよね。いや、でもあの後ろ盾、後押しがあるからこそあのファイトができるんだと思いますしね。ってことなんでしょうね。
さあファイナルラウンドとなりました。60キロリミットスーパーフェザー級、うん、すごい当たり前なんですけどね、2人ともあんだけ戦って3回目、はい、全然一気に出ないですからね。全くですねいやさらにこれ最後の力を振り絞るとかかとできた、パンチで返すのは横山赤いグローブ、うわー球団が強い。木村選手壊してきますね、壊してきますね。お互いこれ攻撃力だいぶ強いですよ、飛ばしてもきますし、飛ばしてきますしね。うわー、ロックドロー。それでも横山が右のフックを返してくる。おわ、そして連打連打。うわー、ギリギリです。いいパンチ入りましたよ。これ今どちらのものなんですか。横山選手のパンチ入ってますね、はい、右だ。これもそうです。左フックはテンプル、蹴りのモーション、ローキックで制するのは横山。右のストレートにはこれがロープローとなってしまいました。場内の時計は残り2分4秒横山の金的、これ当たってしまいました。左の蹴りです。こういうのあると流れ変わりますからね。怖いですよね。まあこれもちろん故意ではないという感じの、あでも早い、ね、早い、さすがだ。藤原さん、流れ切らないんですね、はい、そうですね、やっぱり今いいリズムだっていうのが自身の中にも終わりになるのかもわかんないですね、それを捉えての横山の攻撃、まだ続けることができるか。でも石川さん、2人の勢いと全く止まりませんね、はい、どっちの選手もあの当たったら倒れる攻撃を出してるのに、はい、倒れないのね、攻防が一体になってるんですよ、攻撃した後必ず、はい、あの頭を振ったりフットワークでその場所にいないとかね、はい、だからこそうん、あのクリスをもらわないんですよね、はい、急所にもらわないんですよね。まあギリギリっていうことは間違いないですね、はい、そういう中でのね急所の狙いが なので、はい、中島が捉えたか、追いかけて右フットボディ。さあその後パンチで返すのは横山、前蹴り中島、一旦距離を取ってから自分で前に出る、右が交錯する。さあさらに足首のあたり、木村選手、中島の下段の蹴りどうですか。いいですね、効果的ですね。こんな面白い試合久しぶりに見ました。今日は初解説です、木村フィリップ稔選手、そして藤原和弘さん、いい日に来たって言えるんじゃないですか。そうですね、うあの格闘ゲーム見てるみたいな。確かに、ちょっとずつお互いのパワーが減っていって、はい、いやすごい試合ですねこれ。でペースが落ちないんですよね、はい、楽しいですね。いやこう中島選手パンチ上手ですよね。上手です、うん、捨て方も上手だし、もう顔面うんぬんっていうのはないですよね、はい、これ見る限り。そして残り30秒を切っています。常に前に出てくるのは青いグローブの中島、それに飛び膝低空飛行で横山、左のフック、左ストレート、右を空を切らせておいて横山、左いいですね、いいですね。いや当たった、この攻撃は横山ですか。おっと今ダウンじゃん、ダウンではないですね、これは。どうだ、さらに連打連打、ダメージもあるか、ゴングが聞こえない、後楽園ホール。すごい、いやどうだと横山叫んでみせました。いや最後ラスト20秒ですよね、あそこで。すごい、何発も何発も連ねている中で横山の攻撃、はい、石川さん、ありましたね。そうですね、僕ね、はい、中島今あの完全に腰落ちたんですけど、はい、倒りレフェリーにダウンで宣告されないぐらいしっかり立てたんですね、すごいな。そこもギリギリ、中島の精神力の強さ、うん、しっかり落ちたんだけどね、はい、うん、その後のラッシュでも倒れなかったですからね。ですね、さあここは判定の発表を待ちましょう。延長は1ラウンド用意されています。あとはジャッジがどう判断するのか。判定結果をお知らせいたします。さあ来ます、ジャッジ太田30対29、赤横山、赤横山、手応えあるか。ジャッジ梅木30対28、2ポイント差、赤横山、横山30対28、赤横山。これも30対28、2人がそうです、1人が30対29、激しい競り合い、そして打ち合いのスリル、自由に分に2人が見せつけてくれました。中島千尋と横山智也、制したのは横山の方です。
いや木村選手、これ、はい、文句なしってことですか。文句なしだと思います。最後もしっかりあのダメージ与えたので、いやもうこれは どっちも素晴らしい試合でしたね。そうですね、ベストバウトに近いと思います。いや藤原さん、はい、判定であってもこんな戦いなら十分。いや素晴らしいですよね。たまたまこの最後このタイミングで、まあ、ダウンは取られなかったですけども、こういう差が出たっていうのはありますけども、願えるならば明日もう一度見たいぐらいのタッグ試合ですよね。なんと酷な要求を。それぐらい、まあ、この2人はライバルとして磨き合っていくんじゃないですかね。ですね、そんな予感がひしひしします。いやどう見てもダウンなんですよね、映像見て。レフェリーは彼の目を見たらダウンじゃないと思ったんですよね。ああそうですか、死んでなかったんですよ、中島選手は。その極限ギリギリ続きの戦い、横山智也が制したのは大きい。